それではただいまから知事会見を行います。本日知事からの発表事項はございません。記者の皆さんからのご質問をお受けしたいと思います。何かございますか。はい、NHK の方です。明けましょう、文書で見てるかな。昨日、下田が、犯人を再開しようとしたのに対して、今回、住民が抗議行動に出て、また犯人は出てなかった。でそれと共に、相互に、怪我人が、出て、警察に今届けているという事態を招いて、このことについて、市の、感想を伺います。その上で2点目、知事は昨年来、昨年末に地方の代表とお会いになって、年明けにも文書で回答するという、ある面、対話路線、話し合い路線を堅持してきました。しかし今、先ほど の件のように、けが人も出て、犯人がなかなかままならない状況が続いているという状況で、県事業団のトップとして最高責任者としてこの話し合い路線を、このまま継続するおつもりなのか、ある程度ここで違った対応手段に出るお考えがあるのか、準備があるのか、その2点についてお願いします。ご案内のように昨年の12月の27日にですね、反対派の皆さんと話し合いを、いたしまして、その際に、出されたいろんなご意見要望等についてはですね、1月6日の日に県として、事業団として、回答を作りましてですね、回答をしたところであります。その上で、昨日1月10日の日に搬入を再開をするということにしたわけでありますけれども、ご指摘のように、引き続きまた、違法な法案等があってですね、廃棄物の搬入ができなかったと、加えて事業団の副理事長がですね、暴力行為によってですね、怪我をするというような事件も発生をいたしました。県そして事業団としては、これ以上誠意を持って、説得するというような努力を続けてもですね、なかなか事態が改善するという状態ではないというふうに、判断をしております。こういう違法な、再々申し上げておりますように、自分たち の, 主張、考え方を主張することはもちろんいいわけでありますけれども、それをその通すためにですね、違法なその行為を行うというようなことは、これは民主主義社会、法治国家ではですね、許されないことでございましてですね、しかも加えてそういった違法な妨害行為によって、日々損害が発生している。その損害というのは結局は県民の負担に将来はなってくるものでございますから、そういうことからしてもですね、こういった違法な妨害行為によって、廃棄物の処分場の再開ができないというのはですね、本当に残念なことであります。県としてはこれ以上説得の努力をしてもなかなか改善しないというふうに判断されますのでですね、裁判所とも相談をして、法的な措置をですね、取らざるを得ないというふうに考えております。具体的には裁判所に対しましてですね、この妨害行為禁止のですね、仮処分の申し立てを、できるだけ早くしたいというふうに思っているところです。加えて先ほど申し上げましたようにこの損害については、これは県民の負担になるものでありましてですね、これは放置することはできませんので、これについても損害賠償請求をするというようなこともですね、合わせて検討したいというふうに考えていると思います。損害というのは怪我をされたんですか。いや、そうじゃなくて搬入できないことに伴う、損害ですね、ということです。怪我をされたら、そう、怪我になってたということですか。もう一度、事実関係についてはですね、警察の捜査中でありますから明らかになると思いますけれども、いずれにしても反対派の一人の方のですね、絵によって、なんかプラスチックの箱がですね、副理事長の後頭部を殴られてですね、
嫌悪するというような事態が発生をしたと、誠にこれはあってはならぬことでですね、遺憾なことだというふうに思っております。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、少人数学級の拡充についてちょっとお伺いしたいんですが、国の方はですね、徐々に、まあ、少人数学級の拡大をしておるということで、まあ、小1、今度小2ということになってくるんですが、まあ、小1の時はあの法律を変えてですね、まあ、定数を減らしたりしておったんですが、小2の場合どうもちょっと定数をいじるというよりもむしろ加配で対応するというような若干班も交代しているようにちょっと見られるんですけども、まあ、今後の財源的なものを考えても必ずしも小3小4とかですね拡充されていくかどうかちょっと不透明なところもかなりあるというところで、もしですね国の方でそういう今後拡充の動きが止まってしまった場合でも山梨県はその中2とかですね小5小6について拡充していく考えがあるのかどうか、そこをちょっと確認したいと思うんですが、まあ、あのご指摘のようにですね、これは、まあ、あの私どもは新聞報道でしか象徴してないんですけども、昨年 の暮れにですね、まあ、あの国の方として少人数学級を小学校2年生に拡充をすると、それについては、まあ、法律改正ということではなくて加配で対応するというような、まあ、報道がなされました。まあ、現在あの文科省の技術関係その他を確認をしているところなんですけれども、まあ、県としてはあの来年度24年度についてはですね、まあ、これはあの国の方が仮に、少人数学級の拡充を、まあ、しないとしてもですね、小学校4年生へのですね、少人数学級の拡充はやりたいというふうに思っております。まあ、現実問題としてすで、まあ、にご案内のように今年度小学校3年生に拡充をしたわけでありますけれども、まあ、小学校3年生4年生というのはこれあのクラス替えをしないで一体ですからですね、したがって今年小学校3年生で例えば35人学級になったら4年生で今度また40人学級に戻るというわけではいかないわけでありましてですね、もうこれはもう3年生4年生一体でありますから、国がやるやらに変わりなく平成20年度は小学校4年生について、少人数学級を導入したいというふうに考えております。その先についてあの国がどうするか、それに対応して県がどうするかということはですね、まあ、これはあの25年度以降の話でありますのでですね、まあ、今の時点であの県としてどうするかということはですねまだ決めているということではありません。まあ、25年度以降のことについては、まあ、現段階では決めていないということなんですが、ということは例えばこう国の方ですね、そして拡充の動きが止まってしまった場合は県もそれに合わせて止まるということもやっぱり可能性としてはあるということでしょうか。うん、まあ、あのそれは今の段階ではあのどうするかということはですね、決めていないということであります。まあ、国としてはあの少人数学級を拡充をしていくという大きな方針は変わらないものと私どもは思っておりますけれどもですね、まあ、しかし仮にそれが止まった時にというのはこれ仮定の話でですね、なかなかその時に、まあ、県としてどうするかというのはですね今の時点ではちょっと答えにくい話であります。まあ、国の状況もよく見ながら、そして、国の方において、少人数学級を着実に拡大をするように我々としては強く要請をしながらですね、県としてもあの国の状況を見ながら対応していきたいというふうに思っております。その他ございますでしょうか。自治通信の内容です。あの先週の会見でも聞いたんですけども、あの社会保障と税の一体改革の草案のことでちょっと追加で伺いたいんですけども、あの消費税増税の是非というのはもう伺ったんですが、その中での 5% の中で 1.54 を地方消費税、 0.34 を地方交付税の財源というふうに盛り込まれたはずですけども、まあ、その地方消費税の、配分の妥当性と、まあ、その0.34 というのは、東京に消費が集まる可能性があるから調整財源だと思うんですけれども、そういう地方交付税の財源が盛り込まれたことについてのは、まあ、妥当かどうかと、割合が妥当かどうかということをちょっと教えて、所感をお聞かせください。
1.54 が大きいか小さいかというですね、ことについてはですね、まあ、これはもちろん多々ますます便利ではあるんですけれどもですね、しかし山田全国知事会長をはじめですね、まあ、関係者が国と地方の協議の場においてですね、随分懸命に強く、地方のですね配分の拡大を主張をして、まあ、その結果として、まあ、国の方もまた地方の行政需要ということも配慮してですね、その結果として 1.54 という数字が決まったということでありますから、ね、これは私はまあ、その努力を他としてですね、それでいいじゃないかというふうに申し上げたいというふうに思います。その際に国税でやるのか、あるいは地方消費税であるでやるのか、これはまあ非常におっしゃるように、まあ、これはテクニカルなものであってですね、まあ、そのこともやはり、検討がされた上でですね、そういう結果になったわけでありますから、これは私もそれは是としたいというふうに思っております。その他ございますでしょうか。はい、読売新聞の小高です。富士山の日についてなんですが、静岡県では一部で休日化を推進している、まあ、県がですね、動きもあるんですけれども、まあ、将来的に山梨県で、休日化など検討されているかどうか、お教えください。まあ、今の段階でそういうことは検討をしていないわけでありますけれども、まあ、世界遺産が、まあ、仮に実現をするということになったときにはですね、改めて富士山の日というものの重要性も一段と高まるわけでありますからですね、まあ、そういう時点ではあるいは将来検討する可能性はあると思いますが、当面はそこまで検討はしておりません。はい、その他ございますでしょうか。はい、三日新聞の小沢と申しますが、明けの処分場の話にも戻ってしまうんですけども、まあ、損害賠償請求を検討したいという話があったんですが、まあ、これは原告が事業団で、被告がまあ地元住民で作っている対策協議会という認識でよろしいのかという点と、で、まあ、損害賠償する場合の金額についてなんですが、まあ、昨年営業を再開した昨年の12月16日から、まあ、本来廃棄物を入れられれば得られるはずだった分の料金収入をということになるかと思うんですが、どのぐらいの額になるんでしょうか。その2点についてお願いします。まあ、先ほど申し上げましたように、妨害行為禁止の仮処分については、まあ、これはもう出すということでですね、できるだけ早く出すということで現在検討中でありますが、損害賠償の請求についてはまだ検討中でありましてですね、まあ、具体的に相手方をどうするのか、それからその損害の額というものをどの範囲を認定をしていくのかですね、これはこれから弁護士さんともですね相談によるということであります。したがって今の段階では具体的な相手方とか額とか そういうものについては申し上げられるようなことは全く決まっておりません。はい、その他ございますでしょうか。はい、引き続きの仮処分のことについてなんですけども、まあ、仮処分を申し立てしてからですね、新人なんかを含めてまだ期日があると思うんですけども、ちょっと時間かかりますけども、その間のこの処分場の運営というふうについては、どのようにされるおつもりでございましょうか。これは裁判所に妨害行為禁止の仮処分を申し立てますとですね、これはやっぱり審理をするわけでありまして、裁判所で、その期間はこれは搬入はですね停止をせざるを得ないというふうに思っております。ということです。よろしいでしょうか。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。内容ですので、これをもって終了させていただきます。ありがとうございました。